木美沙子です。今回はロリータの代表的なブランドであるベイビーザスターズシャインブライトさんのオリジナルのキャラクターであるうさくみゃちゃんについてのご紹介です。私も個人的にうさくみゃちゃん大好きでいっぱい持ってるんですけど、一番大きいのはこのうさくみゃちゃんで、一応後ろにチャックがついていまして、ここにこういうものが出てきまして、で一応リュックにここにこうつくので、リュックタイプになるので、こうリュックとして背負うこともできます。そしてですね、まあ、一応バッグなので、まあ、携帯ともう財布、小さいお財布ぐらいは入るぐらいの大きさなんですけど、結構ロリータの皆さんは飴とかお菓子とかを入れて、ここから飴あげるよみたいな感じでもらうこともあります。まあ本当にバッグという用途よりもアクセサリー感覚で持つクミャちゃんになります。そしてうさくみゃちゃんというんですけど、実はこちらはですね、じゃじゃーん、こう開けるとクマなんです。実はクマがウサギに憧れてるということで、ウサギのかぶってこうなったのがうさくみゃちゃんです。で白とかあと黒とかピンクももちろんあるんですけど、私はこの白いうさくみゃちゃんがお気に入りです。そしてうさくみゃちゃんはこれ以外にもミニサイズのうさくみゃちゃんがあったりとか、こちらはあのガマ口になっているんですけど、これもまあ携帯が入るぐらいですね。あとポシェットになるタイプもあって、それはペットボトルを入れることができます。このサイズもあったりとか、あとは私が持っているのはこのうさくみゃちゃんです。これは体がないんですけど、こういう風にやってクリップでこう留めると、こういう感じで留めるとマフラーになるタイプのうさくみゃちゃんもあったりします。こんな感じでいっぱいいろんな商品が発売されているので、ぜひベイビーザスターズシャインブライトさんでうさくみゃちゃん、自分の一番お気に入りのうさくみゃちゃんを探してみてください。すごく海外でも人気がある商品でもあるので、しかも持ってたらすっごい可愛いしあったかいので、皆さんもぜひうさくみゃちゃん一人一個持ってるのもいいかなと思います。それでは青木美沙子でした。バイバーイ。